7月9号晚上，日本女子偶像团体 AKB48 的成员小岛洋菜在尖沙咀出席樱桃小丸子妈妈咪呀得意之旅的揭幕礼。小岛洋菜此次临港参加活动，吸引到几百名粉丝前来捧场支持，把整个现场及台前挤得满满的，场面堪称非常火爆。晚上8:15，小岛洋菜一身红色连身裙在人群中款款走向台前，边走边与粉丝进行自拍。她在台上很有礼貌地和现场粉丝打招呼，又拖着花轮同学的手大摆可爱 pose， 又鼓起脸让粉丝拍照，样子非常可爱。随后小岛洋菜与嘉宾一同为樱桃小丸子妈妈咪呀得意之旅举行揭幕礼。活动期间，小岛洋菜在台上与粉丝大玩现做披萨游戏，并一起合照留影。本场接受访问时，小岛洋菜用广东话大叫：“大家好，小岛洋菜，我爱你。”小岛洋菜坦言，由于时间关系，今晚要飞回日本，没有太多时间与大家见面，感到有点可惜。香港のファンの方が日本に来てくださって応援してくださるので、もうずっと来たいと思ってたので今回来れて嬉しいです。でも今日帰るのがすごい嫌なくらい楽しかったので、また近々絶対来たいと思います。问到他在 NKB 选举中取得第16名的感觉如何、他也做了回应。そうですね、今年は卒業するために出たので順位は何位でも良かったので、16位だったんですけど、たくさんのファンの方が応援してくださって本当に嬉しかったです。